ちゃこんにちは。はい、はい、豊さん、はい、今日も試合が行われましたが、まあ今日はね、うん、まあ言えば一日、うん、なんて言うんだろうな、もう最終章にもう近づいてるという、どっちにしろね、結果がね、非常に佳境に本当に入ってるし、ね、まあ非常にいい試合というか、そういうのをね連日やってるんだけども、もうなんか緊張感伝わってきますよね。いや、まあそうだな、うん、まあ、やってる方がたまらんと思うけどもね、はい、まあでももういよいよ本当に最後になってきたという ね、まあそういう気がします。はい、はい、で、うん、今日のカードね、うん、まあ完売なちいちゃんがいろいろこう書いてくれましたが、こうなりました。はい、ね、はい、9月27日今日は2試合、セリーグ2試合だけだったんですが、はい、その2試合がもう、うん、超重要な試合って、まあ大事やな、うん、うん、いうことで、まあ、ジャイアンツとね阪神、まあこの一騎打ちになってるけどね今はね、うんうん、そしてねクライマックスシリーズをかけた、まあ、広島ともう絶不調ということでね、はい、中日もこう再開にならないようにっていうところでは、まあ、大事な試合ですし、ね、ここのところ調子がいいですね。そうですね、はいはい、ということでこれ今回はねスコア1試合しかないので、はい、得点の、はい、得点ね、はい、記載になります。はい、はい、巨人と中日は3対1で巨人が勝ちました。はい、はい、広島と阪神は延長12回の末、広島が3対2でサヨナラ勝ち、はい、ということになりました。はい、はい、さあいきますよ。そう言ってください、ね、はい、巨人対中日、はい、初回、まあ、先発はね、うん、井上と梅津、はい、ということで、まあ、始まりました。これはどうですか、この試合にこの 2投手がっていうのは、まあ高橋宏斗かなと思ったんだけども、中日ね、まあ、うんうん、まあ運命を持ってきてね、はい、で井上というのはまあ順調に来たかなという感じがするし、うん、まあ、今シーズン8勝もしてるしさ、そうですね、だからまあもう全然ね、うん、来てもおかしくないという、はい、中日の攻撃、うん、まあ最初岡本のエラーから始まってね、岡林の打球がね、はい、で村松がまあしっかり送り、はい、まあ福永が倒れて、まあ、2アウトランナーサードになるんだよね、はい、で石川がフォアボール、うん、で細川、うん、ね、4球目のここら辺のスライダー、もうポールギリギリだったね、入ったかなってみんな思いましたね。いや本当はいきなりスリーランかと思ったけども、うん、まあ、ちょっと早かったんだよね、うん、ギリギリ切れてた感じでしたね、ギリギリ切れてった、まあ、そこで冷静だったのが、うん、やっぱこう少し誘いながら避けたような感じがしたね、うーん、井上が、なるほど、まあ、大城のバッテリーで、はい、で次は宇佐美なんだよ、うん、で宇佐美は勝負強さ持ってるんだけども、やっぱこう左対左というねことを生かして、まあスライダーで三振を取ったという、うん、まあここら辺はでもね、スリーラン打たれるで、まあ攻め時がない、まだ調子が上がってない、そしたら左対左に持っていく、まあここら辺はね俺冷静だったと思うな、うん、井上と大城がね、はい、はい、それで巨人の攻撃、うん、何回、いやもう何回というよりも、うん、1回から3回まで、うん、もうチャンスらしいチャンスが全くないのよ、うん、で初ヒットが井上ピッチャーの、そうそう ね、まあ見事にね打ち返したりとかしてたんだけど、全く反撃は、うん、反撃ムードがないんだよね、はい、で4回まで全くないのよ、うん、で中日の方は、まあ、3回にも先頭バッター岡林がライト前で出るんだよね、はい、だけど村松がバントまた、はい、だけど263のダブルプレーに取るんだよ、うん、これはね大城ね俊敏な動きだったし、まあ、ちょっとキャッチャー目の前でこう弾んだボールだったんだけども、うん、やっぱ冷静にゲッツーを取った、うん、まあ、こうやって未然にねこうピンチを防いでいくんだよね、うん、うん、だから非常に締まったゲームには、まあ、なってきてるけども、はい、まあ、ちょっと中日に押されてる、まあ、それと梅津が非常に良かったんで、うん、ちょっとこれどうなるかなっていうような感じは受けてたんだよね、はい、まあ、だけど5回、はい、巨人の攻撃、うん、中山の当たりを田中美希也、うん、エラーするんだよね、まあ、送球エラー、はい、で浅野がセンター前でつなぐんだよ、はい、まあ、大したもんだね、でもねこういうプレッシャーがかかってる時にね、浅野選手ね、そうで門脇をどうするかなと思ったの、うん、それはなぜかというと
次ピッチャーだから。ああなるほど。だけどネクストにはモンテス立たしてるんだよね。なるほど。あでもあこれモンテス来るなって思って考えてる時に、うん、門脇が絶妙なセーフティーバントやったね。ねでワンアウト満塁作るんだよ、うん、やっぱ見事だったわ、うんうん、だけどこれ門脇は仮にアウトになっててもさ、まあ、2、3塁に進めて、うんまあ、モンテスもう勝負だよね、井上に変えてね、はい、でこれがね、まあ、梅津のボールに力があるっていうふうに分かってたらやっぱ高めっていうのはちょっと要注意するんだけど、はい、やっぱ外野フライでも1点のケースだから、まあ、打ちに行っちゃったんだよねモンテスが、うん、そしたらキャッチャーのファウルフライになってしまうという、うん、で丸、はいね、ポンポンと追い込まれて膝元のカットボールもう当てるのが精一杯。ここはね梅津が見事なピッチングしたと思うわ。うん、うん、だからまあ点にはならなかった、はい、まあでもねその井上に変えてモンテスを使った、はい、そして井上の今日の投球5回94球、うん、3安打9三振2四球無失点という、うん、もう見事だったわ。ねえ、球数とかフルカウントになるケースはあったにしてもちょっと多めでしたかね、まあ、ちょっと多めだね、うん、まあだけどやっぱ絶対点をやらないというね、うんまあ、そういうことでこう慎重に投げたことは確かだと思うんだよ、はい、これもやっぱり井上の成長だと思うしね、うん、俺はすごくよく投げたと思うし、うん、あの首振って首振って首振って決めたボールがあの石川に対してのフルカウントからのインサイドのまっすぐなんだよ、うんまあ、見事な球で打ち取るんだけど、はい、でもう一回一つのケースがあって5回村本に対して三振を取るんだけど、うん、ここも首振って首振って首振って外のまっすぐ決め切ったんだよ。ああいいピッチャーになったなっていうふうには思った。うんだからまあ球数かかったけどもまあ代打出されたけどもいや今日は俺は見事にねあの先発ピッチャーの役割を果たしたと思うよ。うんはい、はい、で6回うん、ゲームが動きます。はいこれは巨人の攻撃でいいんでしょうかね。そうだね、うん、6回にケラーに変わるんだよね、うん、ここを福永石川細川というふうに簡単に打ち取って帰ってくるんだよ、うん、で6回オコエが、はい、もうバットへし折られても力で持っていったというレフト線のツーベース、うん、で吉川まあここは送りだろうなと思ったんねやっぱ送ってきたよ、うん、でも見事なバントだわ、うん、でねこれねもう相手も読んでんだよ。でもここにやられると悩んだになるっていうところに門脇も吉川も転がしたねさっきのねさっきのと、うん、あのこの吉川のバントね、うん、ほんでノーアウト1・3塁ね、うんうん、で岡本が、センター前にまあ、タイムリーヒットこれが先生ね、うんはい、これね岡本は最近引っ張る傾向にあるんだよね、うん、で強く振りたいということも あったりとかするケースがあるんだけどここは絶対先取点を取りに行きたいということでその前にね全球変化球で攻められてんのよ、うん、でサードゴロに打ち取られてんのね。だからここはやっぱある程度変化球を待ちあの頭に入れながら引っ掛けるとゲッツーとかいいことにならないということでここはねセンターに持っていくことをしてたね、うん、これが見事にセンター前に持ってってこのヒットが1000本安打、はいね、プロ入り通算1000本安打になりました、はいおめでとうございます、ねねはい、でノーアウト1・2塁、うん、まだチャンスが広がる。そうでここで大城、うんまあ、バントのサインなんだ送りバント、ねまあ、当然バントかなと思ったんだけども、うん、バントやって失敗、うん、ファールフライになってまあ、ねまあ、失敗するだろうと思いながらまあしかし、うん、今日坂本に代わって中山ライトがサードで出てたんだけど、うん、センター前に繋いだ、うんね、満塁ね、はい、で浅野ワンアウト満塁で浅野選手ね、はい、1・2・3・4・5・6・7・8・9球粘ってすごい9球目を押し出しのフォアボール。そうよ最後ビバッと見てましたね。その前のね、うん、ファールライトの方にファール打ったんだ。そして阿部監督がを抜いてたんだけど阿部監督が強気に行くんだよみたいな
そういう指示を出したんだよね、うん、そしたら若手ってよしやらなきゃいけないということで、うん、何でも振っちゃう傾向があるんだよ。そうですよね。そうだよね。でも浅野はこの子は違う、冷静だわ。すごいよね、うん、フォアボールで十分なんだっていうような感じ。それと見切って低めのボールを、うんね、ガッツポーズして出ていったからね、うん、一塁に、ね、いやだから見事なねこの押し出しのフォアボールだったわ、うん、ここで浅野が倒れててこの回、うん、1点だけだとしたら、うん、これだけのチャンスを作って1点かということで、うん、逆に流れが変わりそうだったんだよね。わ、うん、かる気持ちの落胆があったと思うんだよ。まさにそうですよね、うん、このねワンアウト満塁というチャンスから、そうそうそうね、うん、これでもうあれ岡本のタイムリー1本だけみたいな、うん、そしたらやっぱりねピッチャーもこういう試合の展開だからやっぱあの点数欲しいよね、うん、そういう取れなかったっていうさそういうものが逆に流れを変えたりとかするんだよね、うん、いやだけど浅野のこの押し出しのフォアボールは見事だったね、うんうん、ねえでこのフォアボールの後にピッチャーが梅津投手から橋本投手に変わるんですよね。そうそうそう、うん、門脇の時にね、はい、で満塁から門脇がレフトにね、うんまあ、疑惑の当たりを打つんだよ。いやこれ本当にね、うん、取ったと思ったんだけど記録はね取ったと思ったんだけどレフトゴロになっちゃう。そう、審判がセーフっていうことでね、取れてないっていう判定になって、うん、で岡本も取ったと思ったんだよね。多分そうですよね、うん、そしたら取ってないっていう判定なんで、うん、ベースに戻ってるんだけど岡本は、うん次のホームに投げられて、そうそうホームでホースプレーを食らったんだよ、はい、でも中山ライトは走ってんだよ、うん、だから2人も違うんだよ、うん、2人も打球見てたと思うんだよね。ランナーも混乱して、そうそう大渋滞になってましたけど、そうそうそう、まあこれリクエストを出そうと思ったんだけど、うん、ちょっと遅かったのかな、なんでリクエストを受けなかったのかなと思って、立浪監督、そうそう、ね、いやあれだったらゲッツーで終わりじゃないかっていうね、うん、まあ感じだったんだけども、審判とはね長い間ちょっと協議しというか、まあ、話してましたけど、はい、結局は判定通りの、そうだね、うん、はい、ことにはなりましたけど、はい、まあ一応ね門脇選手はレフトゴロということでツーアウト満塁で再開したって感じですね。でまあ結局この回に2点を取ってね、はい、まあやっと先制点が入るということで、うん、ね、そして8回中日の攻撃、うん、ツーアウトから、うん、ね、村松がフォアボール、これはね、はい、バルドナードに変わってんだ。そう、この回の頭からね、ね、うん、ケラー、船場様、はい、でバルドナード、そう、バルドナード投手が上がる、ね、はい、はい、でツーアウトランナーなしから村松がフォアボール、うん、福永が、ヒット、はい、でやっぱこうちょっとね、うん、一発逆転になったんで4番の石川選手 ね、のところに大勢を持ってきたよね、はい、で大勢が石川に対してセンター前を打たれて1点取られるんだけどもさ、うん、石川ってやっぱいいねいいねっていうのはやっぱあれだけ速いボールをやっぱちゃんと合わせられるだけのきっちりしたタイミングを持ってるなと思ってさ、うん、でもういきなり1点差になるんだわ、はい、ここで大勢投手は上がるという予想はあったんですか、ね、まあだけど準備はしてたね。なるほど、うん、ブルペンでもやってたし、もしかしたらっていうことは、もしかしたら2人出たら行くぞというふうには言われてたと思うんだけども、どで続く細川を、うん、まあ、三振ということでね、うん、まあ1点差でマウンドを降りてくる、はい、まあ、当然9回も、うん、まあ、体勢が上がるんだろうなと思ってて、うん、で8回裏、はい、岡本先頭バッター、うん、ね、勝野にピッチャーが変わっていて、はい、レフト線のツーベース、うん、で大城、はい、どうするかなと思ったら打ちに行ったんだよ今度は、うんうん、バントじゃなくて、はい、やっぱバントを失敗させるわけにいかないし、もうここで、うん、まあ、引っ張って、うん、で進塁打を打てればいいということで、うん、もうここは強行に行くんだよね、はい、あのワイルドピッチが生まれるんだよ。そうなんですね、低めの、まあ、多分フォークボールだったと思うけど、うん、叩きつけて、まあ、ワイルドピッチになるんだけど、うん、これはやっぱバントの体勢だと多分このワイルドピッチはなかったと思うんだよ、うん、
でも大城が打ちに行ったがためにやっぱ生まれたワイルドピッチだよね、うん、それで犠牲フライを打ち貴重な1点を取ったという、はい、うん、で最後は大勢が締めたということなんだけどもさ、9回ね、まあまあすごく重い試合だったけども、うん、やっぱ光ったのはやっぱオコエと浅野、若手の若手の、はい、うん、まあ大城もね、うん、まあ考えたバッティングをしてくれたけども、はい、やっぱこう昨日からか、うんうん、お声を抜擢してね、これが当たってるよね、うん、うん、それと浅野、うん、まあ渋い働きするねなんかね、うん、もう何度も言われてしまう19歳ですよまだみたいなのは、多分こういうね、まあ、そう若い、いい意味で若い人ではなさそうなというか、うん、こう経験豊富な人のようなプレーを見せてくれるってことでしょうかね。やっぱ賢いんだろうなと思うわ、うん、ね、野球脳があるというか、ね、だから精神的にすごく落ち着きをなんか見せてくれるよね、うん、でね、俺一つだけ気になったのが、はい、大城のバントのシーンなんだよ6回のね、はい、うん、でね、これはクライマックスとか日本シリーズに借りに行った時に、うん、こういう場面だともうこれ先発ピッチャーでキャッチャーをこう変えてしまうっていうのは危険だと思うんだけども、うん、この時点でもう井上は降りてて、うん、もうケラーが投げ始めてるんだよね、うん、そしたら本当に送りたいんだったら大城を変えてバントやらした方が、その方が流れが切れないと思う。バントのために代打を出すということですか、うん、うん、でね、キャッチャーってよくね言われるのが、うん、キャッチャー変えると流れが変わるってよく言われるんだけども、それは先発投げてる人に対してキャッチャーを変えてしまうと、うん、まあ、流れが変わると思ってて、うん、だけどどうしても点が欲しいじゃない。で巨人のあの打線ってやっぱりいいピッチャーにかかると、うん、まだまだ点が取れないんだよね、うん、そうなってくるとやっぱバントって絶対必要なことで、うん、まあ、そうだったらやっぱこうバンターを送るか、でも8回にファイティングポーズを取ってワイルドピッチとかなったじゃない、もう大城にかけるか、やっぱどっちかにした方がいいなって。中途半端にバントさせるとなんか大城がもったいないし、なんか流れが切れそうな感じがしてすごく嫌だったなと思って。もうもし大城選手で行くっていうんだったらもうバントではなくて、もうお前に任したということでやったらどうだろうとは思ったけども、そういうことですね、うん、いや大事な試合がこれからね、うん、どんどん待ってるからね、はい、はい、まあ一つの案でした、はい、はい、それで勝ったことによってマジックが1になりました、うん、そう、あ、勝ったことじゃないんだよ、勝って次のカードを言わないと、そうそうそうね、はい、じゃあ広島対阪神すみません結局ね、そう勝って負けてっていうことでね、はい、うん、まあ3対2これもね、もう本当にちいちゃんが書き足したけど延長12回これって、うん、もうこれ本当延長12回で引き分けになるのかなっていうぐらい均衡した試合というか、まあなあ、引き分けも負けもここに来たらね、そうそう、すごく大きいんだけどね。そうなんですよね、どちらも落としたくないっていう理由があって、まあで引き分けで終わるってなるとどうなるんだろうっていうようなこともちょっと話しましたが、結局、劇的なサヨナラで広島が勝ちました。そうだね、うん、まあ、4連敗を止めたということになるけどもね、うん、はい、いきますよ、はい、先発は大瀬良と大竹、うん、で阪神は3日ぶりのゲームということで、うん、あの3日ぶりのゲームというのはね、やっぱりね、あのゲーム感がどうかっていうことなんだよね、うん、で初回阪神の攻撃、うん、ツーアウト満塁を作るんだよ、はい、まあ、ただね、作ったというよりも、うん、これ作ってもらったというような、うん、まあ、フォアボール2つが絡んで満塁になるんだけども、うん、前が、まあ、ファーストゴロ、うん、ああやっぱりそうかって、やっぱねこれゲームが続いてたらね、なんか流れるように点が入る時ってあるんだけども、はい、やっぱ3日ぶりだからちょっとゲーム感がなかったのかなっていうような感じがしたよね、うん、でその裏秋山ヒット、中村翔成今日2番に使ってきてたんだけども、うん、三振、まあここら辺できっちり送れんかなとか思っ
ってたんだけどもね、うん、なんか送るっていう感じではなかったんですね、まあ、そうだね、うん、で矢野がセカンドゴロ、はい、で小園がツーベース、うん、でツーアウト二三塁から坂倉が2点タイムリーという ね、うん、やっと小園と坂倉がつながったぞみたいな、ね、よしよし今日は何点取るんだろうと思ったら、うん、全くそこからおとなしともうね、うん、初回と12回で得点があったということですからね、まあ、そうだね、うん、そしてイニングをこなすことによってなんか阪神の動きが良くなる、うん、打席でのパフォーマンスが良くなるっていうことで、うん、まあ、7回阪神サトテル、うん、フォークをソロホームラン、はい、まあ、2対1、うん、まあ、1点差に追い上げるというね、うん、で8回半に半に変えて、うん、近本ヒット、うん、でワンアウト1塁から中野がバント、はい、まあね、一つのワンアウトを取らしても、うん、得点圏に送る、うん、2アウト2塁から森下がタイムリー同点、ね、2対2、ね、うん、ここまでは良かった、はい、ね、まあ、岡田采配というのも非常に冴えてたと思うんだけども、うん、9回、はい、サトテルヒット、ノーアウトランナー1塁、阪神の攻撃ね、はい、うん、小野寺、うん、送りバント、この回頭から投手が、ハーン投手から栗林投手があったんですよ ね、 そ う、 ね、そう、小野寺のバントを、うん、栗林が悪送球、そう、ね、ノーアウトランナー1、3塁 ね、 ねえ、もう絶対絶命だよね、ほんとね、9回ね、はい、ここまで来てね、そうだね、うん、で代打糸原、はい、とっておきだと思ったけどね、でもね、ちょっと打ち上げてくれるんだよ、で、うん、高めに抜けてきたチェンジアップかフォークだと思うんだけど、うん、それをね、やっぱちょっと待ちきれんかったな、うん、で先っぽの方で打って、ライトが前進前進前進で取ってタッチアップできずという、うん、でワンアウト一三塁に変わると、はい、ノーアウトから、うん、で続く木浪、はい、フォアボール、うん、満塁になっちゃったよみたいな、ね、この時に、一塁走者の小野寺選手から代走島田選手になっていて、そう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 、盗塁するんですよね、うん、うん、そうなんで二三塁になったところで木浪選手がフォアボールを選んで満塁と、そう、うん、これね、岡田監督は一三塁でバンスクイズを考えてたと思うんだよね、うん、でもね、出すタイミングがなくて満塁になっちゃったんだよ、うん、でワンアウト満塁ってもうものすごいチャンスが広がったようだけど、やっぱね、もうバッターにかけるしかなくなるんだよね、うん、なるほど、うん、それでゲッツーもあるし、うん、でね、スクイズっていう手もあるんだけど、ホームがホースプレーになるから、なかなかやっぱスクイズって出しにくいんだよ、うん、で代打、梅野、はい、岩崎投手のところで代打梅野選手満塁ね、はい、三振、三球三振、うん、全部インサイド、うん、ねえ、この前栗林が巨人戦でやられたのって変化球が多かったんだよね、やっぱ相澤はやっぱ見事なリードするわ、やっぱここで気持ち逃がしたらいかんと思って、やっぱインサイド3つ持ってったんだよね、うん、変化球も含めて、で2アウト、はい、まあだけど2アウトで近本、うん、これも三振、ね、全部アウトハイ、全部アウトハイに持ってった、だけど最後の球は投げ損なってんだよ、うん、はい、でも投げ損なって正解だった、それなんでかというと、近本がこういう風なバット軌道になる、うん、やっぱね、ちょっとね、外の高めって苦手なんだよね、多分、うーん、で、うまくコンタクトしたらレフト前に行く軌道を持ってるんだけども、だけど今日の栗林はランナー出してからは力があったね、ボールに、うん、この前とは違った、なるほど、だから抑えることができたんだよね、じゃあこの前の経験も踏まえて生かしてという気持ちが逃げなかったな、なるほど、はあ、いや、ここで負けるわけにいかんというね、やっぱチームもそうだし自分のエラーもそうだし、ね、迷惑をかけるわけにはいかないということでね、うん、はい、でね、チャンスがずっとないまま12回まで突入するんだよ、うん、で12回2アウトから森下がフォアボール、はい、阪神ね、阪神、はい、で代走上田、ここなんだよ、ん、大山が初球を打ってファーストライナー、
それもねちょっと中途半端な打ち方だったんだよね、うん、で俺は勝つんであれば上田を走らした後に大山に勝負をしてほしかったなって思うんだよね、うん、なるほど、うん、ここはねやっぱホームラン打つっていうのは至難の技だよ、うん、でもヒットだったらなんとかなる。そしたらせっかくもうツーアウトでもギリギリのとこだよね、うん、だから俺はもう上田が刺されたらもうしょうがない、うん、上田が走った後に大山タイムリーっていうのが一番点にはなるなと思ってたんでね、うん、初球からちょっと中途半端な打球で、ファーストライナーということで、うん、まあ、チェンジになる。これで阪神の勝ちがなくなったんだよ、うんね、でその裏12回の裏最終最終ですね、はいはい、うん、11回から村上がマウンドに上がって、そうなのよ、やっぱりねこういうそういう時期なんだよ、うん、もうねスクランブルで、うん、もうそうやって戦っていくんだよ、うん、エースを中に入れたりとかしてるんだよ他の球団はね。普通におお村上投手来たって思いましたね、うん、そうだよね、うん、まあでも当然だろうなって、うん、負けれないんだから ねそういう戦いをしてくるだろうなって。これ先発ピッチャーがリリーフで上がるっていうのは難しいものですか。いやもうそんなことも言ってらんないまあね、うん、いや本当にだけどまあ先発投手だからこそ回をまたいでっていうのは安心して任せられるっていうところがありますよね、うんうん、ただ慣れっていうのはねやっぱあるだろうなとは思うけども、うん、で11回から村上が投げてて、はい、ワンアウト後野間のあたりを、まあ、大山がね村上とのコンビネーションが合わずに、うん、ちょっとね、エラーになるんだよね、うん、でこれどういうエラーかというとやっぱこうボールが一塁ベンチの方にそれて流れていって、野間がセカンドまで行っちゃうという、そうちょっとエラーになっちゃったんだよね、転々としてしまってね、まあ、そうだね、うん、代打続いて代打聖金、うん、にライトオーバーのサヨナラヒット打たれるサヨナラツーベースね、うん、まあ、聖金もねずっとここのとこ、うん、引っ張り傾向が強かったんだよね、うん、でやっぱり自分のホームランでとかチームが状態が悪いんで、まあ、打ちたいというね、まあ、そういう気持ちばっかりが焦って、まあ、引っ張り傾向に行くばっかりに凡打の山も重ねてたんだけども、今日はこの打席は冷静だったね、うん、高めの おそらくカットだと思うんだけども、はい、それを引きつけて右の方向に打ってったというね、うん、もうインサイドを捨てて外っていう風に決めつけてたのかなっていうような感じがするぐらい、うん、まあ、見事に打ったよ、ね、はい、まあ、阪神はね本当に痛いいっぱいだったわ、うん、もうね悔いを残すんだったらやっぱもう9回だな、うん、あの9回はね絶対ものにしていかないと、うん、ダメだし、でもああいう今年はああいうことがたくさんあったなっていうような、うん、あ今年の阪神をの悪い時を象徴するかのような攻撃だったかな、ね、なんとなくその後もちょっと嫌な流れが続いてしまった、まあね、というところはありますかね。そうだね、まあ、末金を、うん、まあ、一塁空いてたから歩かすっていうね、まあ、方法もあるけど、まあ、末金の状態が悪いからね、悪くてあそこできちっと合わせてくるとは思わないからな。まあただこのタイミングで代打で起用されるっていうことは何か、いやいないんだよもう、ね、そういうこと、そうそうそうまあそのことによって、うん、マジックが1になりました。そうなんですよ ねジャイアンツが勝って阪神が負けたということで1位になった、1つ減ったんですよね。で巨人とのゲーム差は阪神は3に開いた、そう、まあほぼ絶望かなっていうようなね、ね、まあ諦めたら終わりだけども、そうそう、まあ何が起こるかわからないからね、うん、まだ本当に決まるまではわからないけども、はい、まあ相当苦しいよ、うん、もうまあ ねで、まあ、広島のことを先に言うと DeNA とのゲーム差が1になったという、ね、縮まってね、まあ、ちょっと 0.5 縮まったということ、今日ね DeNA 試合がなかったんでね、はいはい、ということはジャイアンツは自分たちが勝っても阪神が負けてしまっても、まあ、決まる、優勝が決まってしまうというような状況かな、まあね、はい、まあ勝って決めたいでしょう、うん、で明日広島に移動して、移動ゲームで広島と戦います。はい、ね、広島は森下、うん、ね、巨人は菅野ということで、
なんか菅野がやっぱこういう決めるところで来るかみたいな、で最多勝まで決めちゃうかみたいな、なんかそんな感じの匂いがするよね。もうただ森下も最近不甲斐ないというか、まあ自分では不甲斐ないと思ってくれてるはずだと思うんだけども、うん、まあそういうピッチングが続いてるからね、今日の勝ちを、うん、この勝ちをやっぱ明日にぶつけてほしいなと思うね。もうあのチームのね雰囲気は今とっても広島は今日勝ったことでね勢いはついてると思うんですけど、場所も変わらないし、ね、まあまあそうだね、それは楽だもんね、巨人よりはね、明日移動ゲーム移動ないしね、はい、ただ自分たちのホームだし、まあそうだね、まあ、そういったところをまた注目して明日の1試合は見ていきたいですかね。まあそうだね、まあ本当に明日決まるかもわからないし、うん、ね、決まったらそう何また動画も上げたいと思います。いや本当本当、それとまあ、決まる決まらないの前に、明日はセリーグは神宮でヤクルト阪神戦があるので、 そうだね、それも注目しつつ、はいはい、まあ、ヤクルトのピッチャーが山野、うん、阪神がビーズリーということでね、いはい、ということ で、 すか。まあ、でも巨人に勝たれるともう終わってしまうというね、うん、はい、まあ、明日パリーグはね3試合ありますので、ね、はい、またそこら辺も見ていきたいですが、はい、まあ、ね、またね、明日巨人が優勝すれば、うん、ね、動画を上げたいと思います。はい、ね、また見てください。ねね、どうなったらあれなんだ。どっちの試合も目が離せないですね。そうすると、はい、はい。はい。ということです。ありがとうございました。はい。はい。